久保さん、僕はプログラム音痴です。プログラムのソースコード書けないですね。 JavaScript とか Java とかなんちゃらなんちゃらとかわかんないですね。プログラミング書けなくても稼げます。アプリ作れなくても稼げます。ゲームアプリとかね、ね、パズドラとかね、作れなくても稼げます。そう、パズドラすごいっすよね。あれで上場というか、あれが当たってね。だからまあそういうなんかのやんなくてもね、このカメラに向かってなんか喋ってるだけでいけますね。まあもちろん僕の場合はまあ今基本商品プロダクトローンチみたいな感じで毎月やってるので、まあカスタムサムネイルとかちょっとねクリックしたくなるのをやりますけど、ぶっちゃけ FX とかやったら関係ないでしょ。もはや動画撮んなくてもいいんじゃないかなっていうね。どうすか、動画いらないですよね。 FX いるか、いらないよね。だからなんすかね、まあ久保さんが最後パーって言ってましたけど、稼げる、結局結果が正当化するというか、そのまあその犯罪行為してるんだったら別ですよ。なんかそのオレオレ詐欺して稼ぎましたっていうことだったらそれはちょっときついですけど、無理ですけど、なんすかね、まあ普通にやってというか、まあちゃんと商売してんだったら、それで売り上げ上がってる、稼げてるんだったら、トレードちゃんとやって結果出てるんだったら、結局それが正当化されるんですよね。そう、だからもうもちろんその正当化されるっていうところは一部の人にはなんですかね、正当化されない部分ありますよ。ネットビジネスまだ怪しいと思ってる人もいますから、ネットで稼ぐ、あ、なんか怪しいことやってんじゃないかっていう人に対しては正当化されないんだけど、ネットで稼ぎたいなと思ってる人に対しては正当化されるので、稼いでるっていうことが、あ、それでも稼げるんだみたいな。まあ少なくても僕も再生数全然少なくても稼いでますから、まあそれが正当化されて、信じてくれて、やってくれて、それが実際に塾生さんもそれで稼げるようになったりとかしてますんで、なんかやっぱ稼ぐが勝ちみたいなね、堀江さんの本昔ありましたけど、結構やっぱそういうところがねありますよね。勝つんだみたいなね、そう、利根川じゃないですけど、勝たなきゃダメなんだみたいな、まあ、稼がないとダメですよ。なんかそのまあ昔はお金なかったと思うんで、まあこう狩りをしてきたと思うんですけど、どんなに言い訳ごたくを並べたとしても、家族の元にイノシシを買ってとかね、その今日なんかその持っていかないと、多分どんな綺麗なことを言う、言葉を並べても、どんな綺麗な言い訳、どんなことを家族に言ったとしても、家族は腹減ってね、死にそうになってるわけじゃないですか。だから結局そこにその狩りをしてきて、なんですかね、食べる肉とか魚をこう提供するっていうことをやると、結局正当化される部分あるじゃないですか。どうですか、多分まあイメージすれば分かりますよね。どんなにね、いや今日ちょっといきなり雪が降ってきてどのこうのっていう、なんかすげえ超真っ当な正当、まあ、理由でそれが狩りができなかったとしても、いや子供死にそうやねんみたいな、いやもう1週間飯食ってないんだあんたみたいな、どうすんのみたいな。だからで結局その狩りをしてきたらまあいいって話ですね。いってらっしゃい。